はい、夕方の避難に行く前です。行く前に先日すごい風が吹いた日がありまして、はい、いろんなものが飛ばされたりしてそれも大変だったんですけど、はい、草がいっぱい人工芝のとこにいっぱい飛んできちゃって、いつもね綺麗にしてるんですけど一回じゃ拾いきれずまだ散乱している状態。これを綺麗にしたいですね。しよっか。しましょう。何に使うの？バキュームでいきましょうねえ、どんだけすごかったか。はい、あれ、あ、いたよね。ゴミ箱が飛ぶぐらい。そうそうそう、よいしょ。なんと、はい、このいかついバキュームでやりましょう。あ、こいつ袋開いてる。あ、それはまずいですね。ここに裁断された草がたまるので閉めないと大変なことになる。吸い込んだそばから出していく。そうそうそう、この辺のも吸えるかな。あ、いいんじゃない。やってみましょうか。吸える吸える。なんか長いとあれだね。長いとダメみたい。うちの人工芝の方は竹ぼうきで入った上で細かいやつを吸っていこうかな。バキュームにも一切動じない場所。このバキューム意外と重くて、意外とね、やり終わったら筋肉痛になっちゃうんだよね。ねえ、あれ、どうした。え、もしかしてバッテリー。もう嘘だろ。え、充電されてたん。充電されてたんじゃないのかな。あると思うけど。これが、何も詰まってないと思うんだけど、なんかカチャっていかないんだよね。こういうもんなんでしょうか。西日に照らされるキャンプ。まだまだ道のりはこんなにある。すごい、マジでね、あの風が吹いた後のこの雑草の、雑草じゃないや、枯れ草の吹き込んできたこの量をね、きれいにするのはすごい大変で。みかんが変わってやってくれてます。結構重たいから骨が折れますね。でもやったところとやってないところの差が随分わかるようになってきて、綺麗になってます。いい感じ。ぴょんちゃん、掃除機が珍しいですね。ぴょんちゃん、またのすけも来ました。気になるね。何してるの。あと一息。あそこまで行けば終わりです。こっちはまあ大まかなところは見終わった。なかなかバッテリー付きだと重たくてね、あの腕と腰にきます、ね。なので交代でやってます。掃除機をかけるようなの。あ、でも綺麗になる。はい、隅っこもしっかり吸います。
階段の下とかね。このバキュームの効率的な吸い方がありましたら、ぜひコメント欄にアドバイスをお願いします。このバキュームも意外に重くて、そしてさらにその下に溜まっていく落ち葉の砕いたカス、そして押さえてる腕に来る振動、かなりの重労働でございます。こんなところかしら。はい、長いのはもう手で拾うしかないという。もうね、だって、はい、吸い込んでくれない、入んないんだもんね。ね、十分綺麗になったよな。これがさっき吸った分です。すげえ、いっぱいだ。なんかダチョウの餌になりそう。うん、やば、どっさり。今日はどんなところでしょうか。骨が折れますね。まだやりたいところもあるけど、まあ、はい、バッテリーもあるんで、時間が時間なので。強風の後のアレクサ掃除でした。はい、はい。